いきますね。おお、早い。あ、すごい。わあ、曲がるけど、行き過ぎちゃうと怖い。おお。ちょっとごめんなさい。こんな感じで、まだ曲げられますよ。ふにゃふにゃ、ほら。こんな感じでできますね。すごい。これで加工が楽ですね。いつもお世話になってます。リサクの YouTube の時間がやってまいりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。マキタ沼ですね、18V の新型機がですね出ました。はい、こちらですね、おそらく大人気になるであろうという商品なんです。で、まず皆様に物をお見せしたいと思います。こちらです。パカリンコ、これです。なんだこれはと、新型の銃なのかというあれなんですが、充電型のヒートガンですね。ついにやっとマキタさん出してくれました。ありがとうございます。100V タイプのですね AC 機の、ヒートガンはですね、マキタさんのほかもちろん他メーカーさんも結構出されてるんです。で、内装屋さん、設備屋さんとかですね、まあ幅広くいろんな方がですね、業種の方が使ってるんですが、そのヒートガンの、はい、見覚えありますね皆さん、 18V のバッテリーです。はい、このバッテリーで使えちゃいますよという、これでですね、物を乾かしたり熱で、曲げたりといろんなことができます。充電型ヒートガン、マキタさんもついに出してくれましたので、今回は皆さんにこちらをご紹介したいと思います。ということで、18V の充電型のヒートガンですね。まあ型番こちらになります。 HG181T ということで、新型 18V のコードレスタイプが出ちゃいましたよということでございます。こちら、非常にコンパクトというのが印象的ですね。ですね、持ち運ぶのにすごい便利、小さいっていう感じです。コンパクトですよということでございます。重さもこれバッテリー込めて 1.3 キロなんで軽い軽いでございます。はい、非常に、使い勝手の良さそう、良さげなヒートガンが出ましたよということになります。で、やっぱ気になるところですね、まあ、バッテリー式なので 100V と比べてどうしても熱量がどのぐらいまで熱くできるのかっていうのを皆さん知りたいところだと思うんですが、こちらですね、100V と結構同じ同等で最大で550W、ごめんなさい、550度ですね、失礼しました、550度まで熱をですね、発生させることができるようになってます。はい、で、一応ですね、こちらパワー調整が、できるようになってます。こちらですね、はい、ここは風量の調整になります。1で120、2で最大、まあ、200までの風量で、熱い空気を、風を送ることができますよということになっています。はい、で、時間もやっぱり気になるところだと思うんですけれども、最強にして風速も最強にした場合だと約6アンペアで21分連続でお使いいただけます。はい、風速1にした状態で、これもまたダイヤル6の最強で使った際に、約30分連続で熱を当て続けることができますよということになっております。はい、なので時間もなかなか結構ですね、長めになってるのかなという印象でございます。ダイヤルのところの話なんですけれども、実はこの熱の調整ができるようになってまして、1でですね、大体、まあ、まあ環境温度ってことなんですけど、まあ、大体多分150度より未満の温度が出せるということで、2にしていただいた状態で、約150度までで、3だと250度まで、4だと350度で、この5の段階で450度、そして最強にして550度まで熱風、温度のこの熱を出せるようになりますよということになっております。ダイヤル式なんで便利ですね。あとはですね、これ細かいところなんですけども、
ここフックがついてます。これ便利ですね。引っ掛けておくことができますので、ちょっとしたこういうのヒートガンって、まあ、内装屋さん、クロス屋さんがどうしてもボン、まあ、貼るときに乾かしたりいろいろ使ったりですね、フロアを剥がす際に熱して使ったりするので、結構ですね持ち運んだりとかちょっとしたところにかけて使いたいというお声があったんですけれども、このフックがついていることでポイント高いかなと思っております。フックがついております。はい、あとはもちろん寝せて使えるんで、例えばこの状態で、熱して使うっていう時にこう持ってコーヒーになって持ってなくても置いて使えます。しかもですねこれ100ボルトタイプですね、マキサさんが出てる、これも人気でよく売れてますヒートガンなんですが、これ寝せてこう立てて使うこともできるんですけど、やっぱりどうしても軽いんで安定しにくいんでプラプラするんですけど、これ実はバッテリーが功を奏してかですね安定します。なかなかプルプル言いにくいということで、まあここ平面のところに置いてるんであれなんですけど、ちょっとどうしてもデコボコしたような際でも倒れにくいということで安定してるかなということでございます。あとやっぱり大きさ、ほんと小さいですね。これはやっぱでかいです。かなり大きさも長さも違いますね。はい、かなり短くなってますというので本当にコンパクトかなということでございますね。ちなみにこれ熱量同じなんで、こっちも550、こっちも550まで出せますから、もうバッテリーでできるっていうことでかなりしっかりしてるなという印象でございます。はいはい、あとはですね気になる付属品の方、先端のノズルの方もありますのでご紹介したいと思います。4種類ありますね。はい、一番は分かりやすいのはこのノズル、これですね。これは丸ノズルと言いますね。まあ塗装の剥がしとかシール剥がしとかですね、もう通常のやつと、あとガラス保護ノズルっていうのもありますね。シーリング材の乾燥や剥離を使う、あとはこれはもう平面、これなってますね、これ平面ノズルですね。収縮フィルムの加熱包装とかに使ったりとか、まあ平べったいタイプで、面白いのがこれ、はい、これはですね、曲面ノズルと言います。はい、塩ビの缶とかですね樹脂缶、これを入れて曲げるのにですね、熱して曲げるのに使う、ちょっと面白いこういったノズルの方も出ております。はい、でこれをですね、これワンタッチで簡単にこの先端の部分につけてそのまま使うんですが、ここでトリガーを引きますが、実はこれトリガーロックされていかないんですよ。なんだこれやと。ここに安全装置がついてます。これですね、これ、はい、この安全装置を引きながら引くと、はい、スイッチがオンになるということで、ここから暖かい空気が、熱い空気が出ます。ちょっと危ないんで手かざしませんが、熱い空気が出るようになります。これで例えばボンドを、硬くなったボンドを溶かしたりとかですね、物を乾かしたりといろんなことが使えますよということなんです。で、今こうやって動かすと、ごめんなさい、はい、もう熱くなってます。で、これ外すと熱々ってなっちゃうんですけど、これ実は取るとき楽す。ここをひねるだけ。よっしょ、ほら、触ることなくですね、先端ノズルを着脱できます。外すことができますんで、あちあちということもなることもなく、次の、まあ、ノズルもセットしてもらって、簡単に、はい、ひねるだけ。おー、ごめんなさい。ということで、簡単に取れますということで、ここ結構ワンタッチですんごい便利ですね。はい、ここがしっかりしております。はい、あとはもちろん気になるこのボタンがあります。このボタンは何に使うのかということですね。はい、これはどうしてもやっぱ熱出すので、ずっとこう押しっぱなしにしてなきゃいけないっていうことがあるんですけども、まあ例えばですけど、押しっぱモードがもちろんできます。で、この状態で置かせてもらって、例えば塩ビ缶みたいなのを置いてですね、こんな感じで使えますよということで、そのまま押しっぱで出しっぱなしにして、あとは手でまあ具材を当てて熱をですね均等にまあかけれないっていうことができるようになってますんで、こういった使い方もできるのですんごい使い勝手いいですね。はいはい、ということで、18V の充電式のヒートガン、かなり便利なやつができましたね。これでいろんな業種の方が多分便利に使えると思いますよ。電源を気にすることなく温めたり曲げたり剥がす時に使ったり何でも使えるよということで、
こちらの方出ました。で、このモデルはですね、一つ気をつけていただきたいことなんですけれども、実はセット品がありません。はい、本体のみケース付きでの発売、販売ということになります。なので、この状態で販売になりますので、バッテリーはまあ別途お買い求めいただくか、お持ちの方はそのまま使ってもらうか、もちろんバッテリー充電器を入れるスペースはございますので、本体のみケース付きの販売ということで、ノズルもちゃんとしっかりついております。こちらですね、バッチリですということなので、ぜひ気になる方はこの大人気になるであろうヒートガンですね、 18V 牧田さんもようやく出してくれましたので、リサクワークスまで気になる方はよろしくお願いいたします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。